情念司チャンネルニュースの虎川がおー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。ウクライナ情勢最新アップデートでございます。キーウにですね、今最大の危機が迫っているという大変ちょっと悲しい、ちょっとというかね、かなり悲しいお知らせなんですけど、東部のですね、スミーという街を抜いたロシア軍がですね、東側から今増援に駆けつけております。で、キーウはね、もともと、まあ、北、それから北東の方から、まあ、ロシア軍が入ってきて、これが今、西に回り込んでね、今、包囲されそうなんですけれども、東からさらに増援が到着したと、いう形で、本当にちょっと、まあ、このね、首都の攻防戦、かなり佳境を、迎えつつあると、いう状況です。で、東部にはね、ハリコフね、まあ、ロシア語読みでハリコフという街があるんですが、ハルキウか、ごめんなさい、ハルキウね、ロシア語読みではハリコフという街があるんですが、もう、ハリコフちょっと置いといて、キーウにどうも集中してきてるような状態でございます。でね、ただまあ一個ね、この、まあその、この隅を抜いてね、東から増援できてるロシア軍、一個だけ弱点があって、補給線がかなり長いんですよ。なので、おそらくウクライナの領土防衛隊はこの隅からの増援の補給路を叩きに行ってるとは思うんですが、まあ果たして間に合うかどうかというですね、結構厳しい状況を迎えております。で、まあ、とはいえね、ロシア軍が支配している地域っていう地図出てますけど、あれもまあ、テント戦しか抑えてないんじゃないかと、いうような意見がありますので、まあこれね、ちょっと実態はちょっとよくわからないんですけれども、そのまあ、テント戦をね、寸断するようなですね、攻撃を今まあ、ウクライナね、背後に回り込んで、領土防衛隊がやってますので、まあこのね、キーウを、ね、キーウに立てこもる部隊をね、間接的にそういう応援する活動を、まあ今後やっていくしかないのかな、というところでございます。で、プロの方からですね、ちょっと監修していただきまして、今のロシア軍一体何を考えているかということで、作戦目標ね、大きく、優先順位の高い順にね、3つじゃないかと、いうふうに、レクチャーしていただきました。で、やっぱりね、最優先順位はキーウの占領です。はい。ゼレンスキー政権をね、追い出して、そこに傀儡政権を打ち立てると。ね、ウクライナ亡き者にするっていうのがプーチンの野望ですから、キーウの占領っていうのは最優先と。なんで、ハルキウはちょっとね、優先順位低いんですね。で、第二優先順位はですね、ハルキウじゃなくて、南部のですね、脱ですね。脱ってどういうことかというと、クリミアとロシアをですね、ウクライナの海岸線沿いにこう繋いでしまうと。つまり、アゾフ海をですね、完全にロシアの内海にしてしまうというのが、これ第二目標で、これ実はもう達成しちゃったんですよね。残念ながら。はい。南部のね、街も結構いっぱい占領されてると。昨日は原発への攻撃もありましたね。あ、で、件ちょっとすいません、補足しときますけど、火災が起こったのは訓練用の建物で、で、一応その原子炉本体はまだ大丈夫だと。放射線量の、まあ、上昇を見られないと、いうことでした。はい。なので、まあ、今のところは大丈夫で、で、まあ、ロシア軍が一応この原発をですね、今管理下に置いてるということなんですが、まあ、イギリスのジョンソン首相もですね、ロシアは直ちに原発攻撃を中止せよってのことを厳しく言ったりとかですね、まあ、いろいろ問題になってて、ね、まあ、まあ、あそこはまた戦場になりかねないというリスクはまだあるんですけれども、とりあえず現時点では原発ね、昨日ちょっと緊急でまずいってことですぐ動画しましたけれども、訓練棟に火災があっただけで原子炉本体の損傷は、確認されてない。放射線量も上昇していないと、いうことではございます。はい。一応世界3番目にでかい原発なんですけど、ちなみに世界で一番でかい原発はですね、日本のですね、柏崎刈羽原発です。まあこれはすぐ再稼働した方がいいと思うんですけど、今日はちょっとウクライナの話はちょっと置いておきますけどね。はい。ということで、優先順位1位は、キーウの占領。ね、ゼレンスキー政権の打倒です。で、2番目が、南部の脱ですね。で、これはもう達成してしまったと。で、3番目が、ハルキウの占領ということなんで、ハルキウはですね、もう今回、まあ、3番目だったんで、もともとね、もうこれもう落としたんじゃないかと、もう頑強に抵抗しますから、これ落とすとなるともうちょっと戦力の消耗が激しいので、もうこれ包囲して動けないようにして、バンバンこう部隊をですね、キーウの方に送って、こっちの包囲を、優先するんじゃないかということで、戦略目標の2番はまあほぼ達成してしまったので、まあ1番に集中してくる可能性があると、いうことです。で、そんな中ですね、外国からね、義勇兵が、たくさんウクライナに、まあ来てますよという話で、CNN がですね、昨日こんなレポートを出しました。外国人義勇兵第1陣1万6000人、すでにウクライナに到着、大統領が明かすということで、これ1個品分ぐらいの規模ですよね。はい。で、これもね、プロの方に聞いたんですけど、おそらく、これは、外国のですね、特殊部隊、経験者、もしくは、まあ、特殊部隊を、まあ、やめて、ね、まあ、これに参加するような人が結構多いんじゃないかと、いうことで、まあ、
都市でね、これからまあ紫外線が戦われるんですけれども、その紫外線にはですね、非常にまあ有力な戦力になる可能性があると。いうことでございます。一応この記事読むとですね、CNN の記事ね、ウクライナのゼレンスキー大統領は3日、ロシアに侵攻する、国土を防衛、国土の防衛を支援するため、外国人の義勇兵第1陣がウクライナに到着したことを明らかにした。同大統領は演説を収録した動画を Facebook に、投稿。ウクライナは外国人義勇兵をすでに迎えている。まず1万6000人がすでに我々のため、そして皆さんの、みんなのための、ために自由と生命を守るべく、往路の、途上にあると、いうことで、もうついてるみたいですね。キーウの方に入ってくるかもしれないと、いうことです。まあ一応ね、日本でもこれに参加するなとかね、あとヨーロッパ諸国もね、参加することは支援しないというふうには言ってるんですが、まあ実質的には入ってきているという状況でございます。で、それからね、このま紫外線ということに関して言うと、スペインがですね、軍事援助を決めまして、ウクライナにですね、1370個の対戦車兵器と70万発の弾薬と機関銃を送ると、いうことで、詳細は公表してないんですが、おそらくこれね、送るのがですね、セトメアメリというですね、まあ機関銃ですね。はい。まあこれはまあその白兵戦で使うやつです。で、もう一個がですね、C90CR、カッコ M3 というですね、まあRPG ですよ。ロケットランチャーね。ロケット推進グレネードというやつで、まあよくほら、ブラックホークダウンなんかで、RPG! とか言ってボーンとか撃たれて、ね、ヘリコプター撃ちたりしてましたけど、もうこれまさに都市戦闘に使うやつですが、これがですね、送られるということです。でね、これなんか夜間暗視装置がついてて C90 は、完全な夜間戦闘機能のための、VN38C 暗視装置というのがついていてですね、まあ要はその都市で夜襲かける時とかに使えるような、かなり実践的な武器です。で、この件についてですね、プロの人に監修してもらったところ、この援助はかなり効くぞと。これはもうちょっと紫外線になった時にかなり有効に働く武器だと、いうようなですね、そういう、監修結果を得たと、いうことでございます。で、気になるですね、ロシア軍の損害なんですが、ウクライナ軍の発表によるとね、もう死者が1万人超えたということなんですが、ちょっとさすがにこれは盛りすぎです。はい、盛りすぎなんで、一応アメリカ軍がですね、ある程度把握していると言われている数字ね、これが漏れ伝わってくるところによると、大体ロシア軍の死者は2000から3000人。負傷者は1万人近くになっている模様だと、いうことです。で、エストニアのですね、穂坂、三四郎先生がですね、これちょっとツイッターで引用されてるんですけど、ロシアのですね、上院でですね、中隊100人のうち生き残って帰ったのは4人というのは本当かと、ね、詰め寄った議員が、いらっしゃるそうです。もうこういう情報がですね、ロシアにも、本国にも流れてるみたいですね。で、我が物はもう SNS とかを通じて外国の情報がガンガン入ってますから、相当な被害が出てるらしいということで、若者の間ではちょっとロシア軍が戦争してることもバレてるし、被害が出てることもバレてると。で、それが、こういうね、上院なんかにいるような、この女性のおばちゃん議員なんですけど、こういう議員にもそういう話が、漏れ伝わってきていると、いうことですので、ロシア国内でですね、戦車がいっぱい出てくると、反戦運動とか、盛り上がってくるとは思うんですが、むしろこっからがね、プーチン強いんですよ。弾圧得意ですからね。もう今もう、ペレストロイカ以前のソ連に逆戻りみたいな、そんな状態にあるんですよね。なんでちょっと厳しいかな、いうことで。ウクライナの戦略としてはですね、このままキーウ持ちこたえて、経済制裁が効いて、ロシアの国内がおかしくなるのを待つ。ひたすら待つと。あとはその、暖かくなってくるので、戦車は動けなくなりますから。ね。そういう、いわゆるその戦術的な部分と、それからですね、国際世論の非難ね、制裁、これが効くのを、ひたすら待ち続けると。そのためにですね、義勇兵と、それから武器援助で耐え続けると、いうことになるかなと思います。で、ちなみにキーウの近くにあった車列ね、60キロぐらいの車列なんですけど、あれ動けないんですが、まだね、キーウを包囲して破壊する能力は持ってるそうです。あれ動けないんですけど、対空兵器があってですね、上から潰せないらしいんですよ。なので、これをこれからね、どうやって潰していくかと、横からゲリラ攻撃するのかなんかわかんないですけど、本当はね、攻撃機みたいなので上からボーンってやっつけちゃえばいいんですけど、制空権持ってるならね、ちょっとね、制空権も厳しいみたいです。車列の中に対空兵器が入っていて、なかなか飛行機でも近づけないと、いう状況だそうです。ということで、本当にキーウ包囲が完成してしまうのか、それとも救援が間に合うのかっていう、もう、ギリギリのですね、せめぎ合いが続いております。あと1週間持ちこたえればね、
氷が溶けて戦車動けなくなるので、ウクライナ軍ね、ぜひ頑張ってほしいなということで、今日はウクライナカラーでね、気づいた人いるかもしれませんけど、この動画を撮らせていただきました。はい、ということで今日の内容面白いなと思ってきたら、ぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。